きのある創作、それは何かというとき、要するに、価値ある創作を続ければ、それに連なるシステムを土台に、それに対して貢献してる創作、そういうことにはなる。大賀さん、それにより紛争は解決し、戦争を起こさないまま、創作を量産し続ける、それ、ができれば、それは大変に価値があるわけだが。価値は生産できる、はずで、出張動画版、それはその一つの実践ではある。ルーチンワークではある、日常だ。毎日ラーメン屋でラーメン作ってる光景ではあり。ありがたいことです。毎日なんとか続いてます。それは幸せ。お客のために働いていれば状況は悪くならない。一応、この、システムの上ではだ。数値の問題ではなく、不思議な感じは昔から、だ。それは、当たり前の倫理、でしかない。ありえない。いつの頃からか、それが。